さあ速報ニュースということでねとうとう日本ハムから FA 宣言でソートバンクオークスに入った近藤選手の人的保障がね決まりましてですね、えー、まあ誰かっていうとね田中正義投手です。ジャスティスということでねまあ、人的保障、まあ、前回ね えー、佐々木チャンネル、えー、人的保障誰がプロテクトされてどういう感じになるのかっていうね、えー、動画を、ね、出しましたけどもまあそのね、まあ、ほぼほぼお想定内の選手が、えー、一席になったかなっていうねところは、えー、出てきましたね人的保障何の回の,の中で言うと加山投手森投手あと甲斐、えー、野投手、えー、田中正義投手あ高橋玲投手かなこういったところがどこプロテクト外れるか外れないかの ギリギリのラインになってきてその中から誰が選ぶんじゃないのかっていうところでね考えていけばね加山投手とかはねプロテクトされてたからされてないかが分かんないからね何とも言いようがないけどもまあ宮西投手とかね堀投手がいるからね、まあ、キャラ被りするっていうところとなかなかねそのパワーピッチャーっていうところも欲しいとでねアンダースローは鈴木選手がねアンダースローでいるんで、まあ、そこもキャラ被りするっていうところで考えるとね田中選手甲斐の投手ぐらいが、まあ、年俸面も考えてね 一番選択しやすかかっったなていうねところあり誰がプロテクトされてどういう面簿が出たのか分かりませんけどもその中でね田中選手がね移籍ていうところで新庄監督もね大学時代のように復活できるかどうかが勝負だったというところで今はゼネラルマネージャーは球団側が思っていること監督が思っていることをちゃんとあっていたというねフロントと現場の思惑が一致してねこの田中投手 っていうところをね、えー、選択したと。で、まあね、その当時、ロッテ、ソフトバンク、巨人、日本ハム、広島のね、5球団が競合した中で、ソフトバンクにね、入団が決まったっていうところもあるし、まあ、そのアマチュア時代からね、欲しいっていう選択肢にあったっていうところではね、その、まあ、合致しやすかったっていうところもあるし、まあ、これでね、えー、考えていくと、池田投手もね、楽天から日本ハムにしてきてるんで、 多分あの二人同学年だと思うんだよね、創価大学で。そういったところでは、まあ新しい球団に行くけどもね、そういうこの気心知れた選手がいるっていうところはね、移籍に向けて大きいんじゃないのか。え、いうところと、まあ全部が全部調べたわけじゃないから、どうなるかわかんないけども、結構日本ハムって創価大学の選手多いなっていうようなね、え、感じがしますね。今でも持月選手、えー、だったり、でまあ池田選手。あと昔言うとね、小屋野選手とか。 あと八木選手なんかもね、創価大学だったし、で田中選手も創価大学っていうところで、まあ、創価大学の選手が結構ね、集まっていくなっていうところの、まあ、印象はあるし、まあ、その中でね、しっかりね、結果を出していくっていうところもあるんでね、この環境が変わったっていうところではね、非常に楽しみだし、去年のね、 キャンプオープン戦の時期もかなりね、期待されてて、いい形の仕上がりする中でね、また怪我してしまったっていうところでね、まあ、この怪我がなければね、本人的にいい形のね、パフォーマンスできる可能性はね、十分ありますし、しかも今日本アームっていう球団のね、攻撃陣、守備面投手陣考えてもですね、ほぼほぼ勝ちってね、えー、決まってるわけじゃないし、やっぱりそこの、ね、どっちかっていうと多分リリーフになると思うんだけども、あの、リリーフ陣がね、 まだバチって決まってるわけじゃないからそういったところではねソートバンクに比べるとねチャンスも多いし怪我なくいければねこの野球人生の転機になるぐらいの移籍になるんじゃないのかなとだからこの人的保障のね移籍はねかなりポジティブないい形の田中投手にとったら移籍に環境面も含めて、えー、なるんじゃないのかなっていうところはあるんでね非常にこの日本ハムがね、まあ、近藤選手が抜けて苦しいチーム状況にはあるけどもこっからね チーム全体的に成長していくペースの一つとしては非常に良かったんじゃないのかなと思いますね。でしかもねもう一つ環境面で言うとねこの日刊スポーツの情報によるとですね年明けからね田中正義投手の大学時代の同僚であるマネージャーを務めていた球団職員の酒井俊明氏が広報に就任っていうところでねグラウンド内外からもねサポートをうってつけたっていうところでね そういった意味ではね、この創価大学の大学だね、同じ大学時代戦った仲間がね、選手にもいて、で、スタッフにもいてっていうところではね、 非常に、えー、環境的にはやりやすいっていうプラスアルファもね、あるっていう情報が日刊スポーツからもね、出てます。まあ、ということで、まあ、昨日まで9日ね、成人式で休みで10日っていうところで、日本ハムがひょっとしたら今日から仕事始めだったかもわかんないですけども、まあ、ここぐらいにね、出るのか、年明けだったらこの10日ぐらいに出るのかなっていうところでね、まあ、きっちり情報が出たなっていうね、まあ、ここからね、田中投手も新規ってね、頑張ってもらいたいなと。 え、思います。え、それとプラスアロハではね、人的保障で言うと、西部からね、オリックスで森選手がね、FA 宣言で移籍して、まあその中でね、長薬投手が、え、西部ライオンズにね、人的保障で移籍することになったけども、まあその話もね、ちょっとしたいと思いますけども、まあ入団当時はね、あのー、 野手でね入団してきてでまあ型が強いっていうところでね、えー、投手にコンバートしたわけだけどもね、まあ、オリックスはね萩原選手だったから野手からね投手に、えー、転向したっていうね僕は多分現役の時対戦経験もあるけどもそういっ田選手もねいる中で、まあ、そこでねうまく 行きかけたけどね。かけたけども、これね、まあ、今年も、あ、今年とか去年か。2022年もそうだけども、15試合ぐらいに出場してるのかな。その中で、多分ね、球の力はあるね。だから結局ね、一番の難点はね、コントロール、制球力。この制球力をどこまでしっかり自分のものにできるかどうかっていうところが、今年ね、西部の中で平が前に行くっていうところで、ま、あでも後ろはね、森脇とか、まあ、松田ってったところ、水上。 言っ,ったところがね多多分分っていくと思えば多分ね56回56回のところを投げていくっていうもしね投げれればパターンになってくると思うんだけどもやっぱ一番の課題はそのね請求力。 制球力っていうところがね、どこまで自分の中でね、克服できるかっていうところでは、ストライク先行できればね、非常に球の力もある、変却もね、ナックル、カーブ、カットボール、ホークとね、いろんな多彩な変化球も投げれるっていうところでは、自分のね、本位のピッチングができるけども、このストライク先行しなかった時に、結局もう真っ直ぐ行くしかない状況になればね、 いくら強い速いまっすぐあったところでやっぱプロ野球はねなかなか抑えきれないっていうところを考えるとやっぱりこの制球力っていうところがね課題になるかなっていうねまあでもねあのオリックスにいてもね後ろはねまああの昨年から宇田川で山崎総一郎が出てきたしまあ比嘉もいるっていうねでまあケース好きとかあとはあの吉田遼とかでまあ、平野もいるしまあねあのー カチッとね後ろも固まりつつあるところで跳躍的にもねやっぱりその自分の持ち場っていうかね自分のポジションがどんどん若手にもねでまだあのー、山下俊平だっていうところもね 出てくるしであんま安倍もいるっていうところでねもう自分の持ち場がなくなってきてねこのままいても誰かが怪我したりなんかしないとね1軍じゃ上がれない状況っていうことを考えたらねこの張薬投手の西武に移籍っていうところも本人にとったらすごいビッグチャンスだしめちゃくちゃいい移籍になったと思うからだからまあ人的保障がねみんななくなればいいのにいいのにっていう人はいるかもわかんないけど当の本人からしたら人的保障で行くことが幸せな人たちもいっぱいいるからね。多分今だ 田中正義同士とかなんからね。跳躍選手。この2人なんでめちゃくちゃポジティブでめちゃくちゃいい。この遺跡になったと思う。だから、その応援してるファンの人たちはね。 うんっていう思いもあるし、昔だった宇津美、長野って言ったところでね、うんっていうね、思いもあるし、あの、いろんなところがあると思うけどもね、全員が全員人的保障が嫌だって思ってる選手もいないからね、選手的にはめちゃくちゃ嬉しかったりね、あの、これをチャンスにね、グッといく可能性っていうところもね、出てくるからね、だから広島で言うと昔、応か投手なんかもね、そのパターンだったと思うけども、まあこれをね、一つのチャンスを捉えてね、この田中正義投手と、あとは長谷選手、まあね、今年の活躍。 かなり期待してますあともう一つ言えばねソードバンクがまた有原投手をアメリカから移籍、えー、っていうところでねソードバンクに入団っていうニュースがありましたけども、まあ、こちらはねまず有原投手の今現在の ピッチング、メジャーでもちょろっと投げてましたけども、能力がちょっとわかんないっていうところで、これでソードバンクにフィットするのか、今年大活躍するのか、あと3年15億、1年5億円っていうところでね、かなり高待遇なあの契約だと思いますけども、まあその中でね、 いい形の契約の中で、どこまで結果残せるのかは、ちょっとね、あの、見てないからね、いいとも悪いとも言い難いからね、どうなんだろうっていうね。でもチーム的には、コバはいた方がいいからね。その中で、ま、千賀が移籍したっていうね、中でエースは誰になるや、石川なのかっていうね、えー、ところの中、まあ、これね、あれある投手が加入っていうのは、 非常にね、大きなピースになるかなと。あの、阪神のね、星野さんの時のなんか、イラブさん的なね、イメージになって、そこでね、二桁、二桁勝てば上等だからね、二、まあ、桁勝てるようなことがあればね、ソフトバンクにとったら大きなプラスアルファに、えー、なるんじゃないのかなっていうね、ところはあるけども、現状ね、どういうピッチングをするのかちょっと分かんないからね、あのー、見てないしね、メジャーもそんなおわい切れてないからね、えー、その中ではキャンプオープン戦としっかり見てね、あの、これが戦力ではまってくるとね、ソフトバンクはもうね、攻撃陣は、 近藤を加えてディフェンス面はねあの有原峰を加えてでいくぜみたいなねもう完璧なあとオスナも来たみたいなねまあこれでもまあここでまあほぼほぼね移籍関係は終了だととりあえずね一旦終了だとは思うけどもそういった意味ではまあね活性化、まあ、パ・リーグばっかりの移動になってるけどねどうなっていくのかっていうのは非常に楽しみだと思いますということで本日報道された田中正義投手ね人的表彰で日本ハム入りっていうニュースをね佐々木がお伝えしましたあと跳躍投手 有原投手も含めて今年ねどんな移籍組活躍するのか楽しみですね。ということで以上です